西山進さん17歳の時爆心地からおよそ3.5キロの三菱長崎造船所で被爆翌日救援隊として爆心地に入り人の姿をなくしたたくさんの遺体を目の当たりにしました戦争と原爆がねそれと長崎と僕の頭の中にはそれしかないもんだから戦後は 倦怠感に襲われる原爆ブラブラ病を発症。貧困と孤独の中、炭鉱で働き、生き抜きました。原爆の絵を描くようになったのは、被爆から28年後。当時目にした惨状を全長8メートルに及ぶ絵巻に書き残したほか、1979年からは日本被弾協の月刊誌に4コマ漫画織鶴さんの連載をスタートさせ、 ユーモアと風刺を交えながら反戦、反覚を訴えました41年500回続いた折鶴さんは今年の夏、有志の手で単行本として出版されました西山さんは6日午前入院していた福岡市内の病院で息を引き取りました通夜・告別式は未定だということです